皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科のテストに出やすい問題を予想して、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、日本を取り巻く気団についてお話しします。ここに気団が3つ書いてあります。ここにユーラシア大陸があって、ユーラシア大陸の北側に A という気団、その横に B という気団、その下に C という気団があって、日本列島ここにあります。では問題に行きますね。1、 A の気団の名前と特徴を答えよと。この A の気団ですね、ユーラシア大陸の北側にある気団、これシベリア気団と言います。これシベリア気団です。特徴は、これ陸地の上にあるのに乾燥しています。そして北にあるので冷たいと、ね、乾燥していて冷たい、これがシベリア気団の特徴です。 2B の気団の名前と特徴を答えなさいと、こういうことですね。 B の気団ここにありますね。これはオホーツク海気団と言います。オホーツク海気団です。オホーツク海気団、この特徴はこれ海の上にあるので湿っている、そして北の方にあるので冷たい、湿っていて冷たい、湿っていて冷たい、これがオホーツク海気団の特徴です。次に行きますね。3番です。 C の気団の名前と特徴を答えよ。 C の気団ここにありますね。これは小笠原気団と言います。小笠原気団で、こんな風に書きます。小笠原気団ですね。小笠原気団、これは海の上にあるので湿っています。それから南にあるので暖かい、湿っていて暖かい、湿っていて暖かい、これが小笠原気団の特徴です。この今の3つの質問の答えから分かるように、陸地にあるものは乾燥している、海の上にあるものは湿っている、それから北にあるものは冷たい、南にあるものは暖かい、これが気団の特徴になりますね。ですからもう一度復習すると、 A のシベリア気団は北にあるので冷たくて、陸地にあるので乾燥している、冷たくて乾燥している。 B のオホーツク海気団、これ海の上にあるので湿っている、北にあるので冷たいと、ね、湿っていて冷たい。C は南の方にありますよね、暖かい、海の上にあるので湿っていると、ね、湿っていて暖かい、湿っていて暖かい、こういう特徴を持っていることが分かりますね。4に行きます。日本の次は2つの気団の勢力が釣り合い、日本付近に停滞前線ができ、雨や曇りの日が多くなる、この2つの気団を答えようと。日本の上空に、日本付近に停滞前線を作る2つの気団、それは B と C、 つまりオホーツク海気団と小笠原気団です。この気団が日本付近でぶつかり合って停滞前線を作る、このため日本では雨や曇りの日が多い天気、これが続くということです。5に行きます。下の図と文は日本の冬の天気を説明している、河川部を埋めようと、こういう問題ですね。これユーラシア大陸がここにあって、その上を冬の季節が日本に向かって吹いてきます。その時この日本海を通りますよね、こちらから吹いてきたものが日本海を通ります。この時ね、ここで水分を吸っちゃうんですよ。そして日本海を通って日本列島、そして日本列島のこの山の部分を抜けて太平洋側に風が吹く、こういうふうになっています。では穴埋めをしていきましょう。 A から離れた、 A というのはシベリア気団ですよね。これから離れた、これシベリア高気圧という高気圧ですね。シベリア、シベリア高気圧、これが日本海で、ここのところで、これ水蒸気をいっぱい含んじゃうんですよ、ここで。
ね、日本海を通るとき水蒸気をいっぱい含みます。水蒸気を含み、そしてこの日本列島にぶつかると、ここの部分でこれ雪を降らせます。これ日本海側で、日本海側でここで雪を降らせます。日本海側に雪を降らせます。そしてこの山を越える頃には水蒸気だいぶ減らしているんですね。ですから太平洋側に来る時には乾燥しています。そして太平洋側に乾燥した天気をもたらすと。ですから日本海側では雪がたくさん降って、で太平洋側に来る時には乾燥してね、晴れた日が太平洋側では続くと。冬はこんな天気になります。それからもう一つ冬のことで覚えておいてほしいものがあります。それは何かというと、冬の日本付近の気圧配置です。気圧配置、これを4文字の漢字で西高東低と言います。この意味は、西に高気圧があって東に低気圧があるとね。この西側に高気圧ができて東側に低気圧ができる、これが日本の冬の気圧配置の特徴ですよね。この西高東低、このこともここでしっかり覚えちゃってください。今回は日本を取り巻く気団3つですね。もう一度確認すると、シベリア気団、乾燥していつ冷たい。 B はオホーツク海気団、ね、湿っていて冷たい。 C が小笠原気団、ね、湿っていて暖かい。この3つの気団しっかり覚えちゃってください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。